井上麻生は日本のプロレスラー。リングネームはマオ。DDT プロレスリング所属。宮城県大崎市出身。中学1年の時に深夜に放送されていたプロレスに出会い、YouTube に中学生プロレス技やってみたという動画を配信し始める。この動画が後に高木三四郎の目に留まる。2013年よりビアガーデンプロレスに手伝いとして参加。 2014年、入団に際しての面談にて、異例のプロテスト免除での入団。2015年8月3日、DNA ビアガーデンプロレスにて、DDT 両国国技館大会でのデビューが発表。8月23日、DDT 両国武道館大会、両国ピーターパン 2015DDT より愛を、込めてにてデビュー。9月22日、DNA 新宿フェイス大会にて、 先輩である、勝又窓カバと対戦、デビュー2戦目にして、勝利を挙げる。11月28日、DDT 大阪府立体育会館大会にて、両側が,が骨骨折、全治3ヶ月と診断され欠場に入る。2016年3月21日、DDT 両国国技館大会、両国ピーターパン2016世界で一番や暑い、夏にて復帰。 5月29日、大石真奈と勝又窓カバと共にアイドルユニット N オメガ A を結成することを命ぜられる。6月26日、リングネームをマオに改名。2017年、N オメガ A が解散発表。翌年1月で正式に解散。以降はマイクベイリーとムーンライトエクスプレスとして共闘。2018年3月2日、新木場行きます。 でのエニウェアホール5ウェイマッチ特別ルールにて、高木三四郎を試合中に、車用車で跳ねる。7月2日、DDT ライブ、マジマン自重での、夏の矢ばにエンスペシャル。エニウェアホール4ウェイマッチにて、解説の高木三四郎を試合中に、車用車で跳ねる。2019年9月、01、第16回展開1ジュニア、トーナメントに出場。 1>, 1回戦で、ヒデ久保田に勝利するも、インフルエンザ感染に伴い2回戦は、不戦敗となりトーナメント敗退。10月23日から12月まで、イギリス遠征を行う。2020年2月23日、DDT 後楽園、ホール大会において、コディ無差別級王座に初挑戦。田中雅人に21分49秒、スライディング D からの硬い火固めで敗戦。 3月11日、DDT ライブ、不要不急の路上電流爆破プロレスイン埼玉、スーパーアリーナにて、高木三四郎を試合中に、車用車で跳ねる。6月20日、DDTTV ショー7でのアイアンマンヘビーメタル級選手権、時間差入場バトルロイヤルにて、左膝内側側腹人体を損傷し、欠場に入る。11月3日、 アルティメットパーティー2020でのマオ復帰戦 VS、勝又窓カバで復帰。11月8日、DDTTB 賞11で、DDT ユニバーサル王座に挑戦。上野勇気に13分13秒、WR からの片指固めで敗戦。11月9日、マッスル3に、必殺技大乱発にてパイプイス男子、ハーマンミラーを落として、マッスル、名入り。 ありがとうございます。